はい、スライドズームの方法です。オブジェクトからズームを選んでください。ズームの範囲とですね位置が決まります。ズームのプロパティを選んで表示時間を変更できます。0.5にするとスピードがアップします。適用で。